2009年の OB ニャ、ボルハ OB ニャメレンデスは、スペイン B5 出身の元サッカー選手。セルタデビーを所属。スペイン代表であった。ポジションは MF。幼い頃からセルタデビー5の大ファンであり、セルタの下部組織で育つと、2003から04シーズンのバレンシア CF 戦でトップチームデビューした。セルタは、同シーズンに UEFA チャンピオンズリーグにも、 出場したが、ミゲル・アンヘル・ロキーナ監督率いるチームは、リーグ戦で低迷し、19位で、セグンダ・ディビシオン降格となった。オー,ビーニャはリーグ戦12試合に出場したが、セグンダ・ディビシオン降格が決まった瞬間に泣き崩れた。2004から05シーズンは、チームの支柱となり、フェルナンド・バスケス監督が率いるチームで30試合に出場して、 1>, 1シーズンでのプリメーラディビシオン復帰に貢献した。2005から06シーズンは36試合に出場してプリメーラでの初得点も記録した。2006から07シーズン終了後に再びセグンダ、ディビシオン降格が決まり、OB ニャは移籍を希望した。まだセルタとの契約が残っていたが、8月には、 ホセ・アントニオ・カマーチョ監督率いる SL ・ベンフィカが獲得レースの先頭に立っていると思われた。しかし、1000万ユーロといわれる遺跡金がネックとなって遺跡は実現しなかった。2007年8月31日、イングランドプレミアリーグのバーミンガムシティ FC に1年間の契約でレンタル遺跡し、9月15日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦でデビューした。 遺跡2戦目は、リバプール FC 戦であったが、前半13分に、ディルク・カイトと衝突して、左足前十字靭体を負傷し、6ヶ月もの間、戦線離脱した。2008年2月9日、クラブと双方合意の上で、レンタル遺跡の契約を解除し、BE5 に戻って、リハビリを開始した。1年以上試合に出られなかったが、12月6日の UD。 ラスパルマス戦で復帰し、最後の4分間だけプレーした。2008から09シーズンはリーグ戦15試合に出場した。2009年9月中旬に再び負傷し、2010年初頭に十字人体の怪我が感知することを目指して10月に手術を受けた。33歳になった5日後の2015年5月22日に引退を表明。 2006年の 2006FIFA ワールドカップの際には、スペイン代表の30人の候補に入ったが、23人の最終登録メンバーからは外れた。大会後の9月2日、バダホスで行われた UEFA ユーロ2008、予選のリヒテンシュタイン戦で、後半にダビド・アルベルガとの交代で出場して、スペイン代表デビューした。ガリシア州代表にも選出されている。 ありがとうございます。